北海道中富良野町のメロン農家、寺坂農園寺坂雄一です。今日はメロンハウスの新品のビニール掛け作業の方法をお伝えします。このように寺坂農園ではさすまたという犯人捕まえる道具ですよね、取り押さえる、これを使ってハウス新品のビニールを上に上げていくの。そうすると広げるだけでかかっていくのですごい楽なんですよ。これ向こう側から引っ張ってビニールを上げようとしたらすごい重たくて大変なんですけど、このさすまたで一回押し上げる、これですごい120メートルのハウスがスムーズに展開されていきます。このようにどんどんかかっていきます。今日は風がなくて最高です。